こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではボトムスと靴のコーディネートについて皆さんにですね、実例付きで解説をしてみたいなというふうに思っています。僕は普段ですね、動画の中で様々なコーディネートを解説してるんですけども、結構ですね、上半身をメインで写すことが多くて、意外とボトムスの下の方だとか、あとは靴ですね、このあたりがあまり写り込んでなくてですね、皆さんからボトムスと靴のバランスはどうすればいいのかという質問をですね、よくいただくんですね。ですので今回はこのボトムスと靴の相性に関して、具体的なボトムスを3つ出しながら皆さんにですね、こういうコーディネートが間違いないですよということをお伝えしてみたいなというふうに思っています。まあ、今回挙げるボトムスというのはメンズファッションにおけるですね、結構ベーシックなもので、ブルージーンズとブラックジーンズと、あとはブラック系のスラックスですね。この3つをですね、揃えておくと様々なコーディネートができるわけなんですが、それぞれのボトムスによってどういった靴が合うのかというのは微妙に変わってくるので、今回は良い例とあまり合わない例両方ですね、皆さんにお見せしながら、ボトムスと靴の相性というところをですね、見ていただきたいなと思ってますので、ぜひですね、最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、よかったらですね、動画の下の解説欄のところにリンクを貼っておきますので、そちらの方もチェックしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、実際にボトムスと靴を合わせながら皆さんに解説をしていきたいなというふうに思っています。まず1本目はですね、ベーシックで使いやすいブラックジーンズですね。まあこれはですね、トレンドアイテムというわけではなくて、ここ数年においてはすっかりメンズファッションの定番になるようなボトムスになりました。結構ですね、ボトムスの中でも綺麗めとカジュアルのバランスが一本の中で取れているので、すごく使い勝手のいいものなのかなと思っています。今僕が履いているのはユニクロのスキニーフィットジーンズですね。まあなるべく足に合ったものの方が、こういったものはバランスがいいかなと思うので、まずは1本目、定番的なブラックジーンズを合わせてみました。このボトムスの特徴としては、いろんな靴と相性がいい点なんですね。ですので、そこまでいろんなことを考えなくても、様々な靴が合いやすいかなと思うんですが、その中でも今回僕が合わせたのは、よく僕の動画の中でも解説をします、エアマックス97ですね。まあ、ブラックベースの色合いなんですけども、ソールに関してはホワイトになっているので、少しアクセント要素が漂うような靴になっています。まあ、このように細身のボトムスに対して、足元はですね、少しボリュームがあるようなスニーカーを合わせるのは、結構相性がいいかなというふうに思っています。エアマックス97というのは結構ですね、底も厚いですし、あとはデザイン的にもですね、少しパンチが効いてるので、足元にですね、程よくアクセントを取り入れることができるので、こういった細身のパンツとはかなり相性がいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、ちょっと前だったら結構細身のデニムに対して、バレンシアガのですね、ごついスニーカーを合わせるような方もいたんですが、まあ、そこまでいかなくてもですね、細身のブラックジーンズに対して、少しですね、ぽってり感のあるこのようなスニーカーは結構相性がいいのかなというふうに思っています。まあ、エアマックス97でもいいですし、あとは95でもいいかなと思いますし、その他にはニューバランスのスニーカーなんかも割とボリュームがあるので合いやすいかなというふうに思っています。まずは1個目のコーディネートとしてこのような合わせ方をお見せしました。続いてはですね、ホワイト系のスニーカーを合わせてみたいと思います。はい、履き替えてみました。どうでしょうか？この合わせに関しても比較的バランスがいいのかなというふうに思っています。先ほどはですね、ブラックのボトムスに対してブラックの靴ということで、ボトムスと靴をですね、ほぼ一体化させるようなコーディネートだったんですが、今回はですね、ボトムスと靴でパキッと色を変えるというところで、先ほどとはまたかなり違った見え方になるのかなというふうに思っています。このような合わせ方もですね、結構定番的でいろんな方がやってるかなと思うんですが、特に春先なんかはこういった足元で色を取り入れてあげるというのもですね、かなりバランスがいいのかなというふうに思っています。僕自身もとても好きな組み合わせになっていますが、今僕が履いているのは実は白ではなくてライトグレーの色味になっているんですね。こちらに関しては通常の白レザースニーカーだとかスタンスミスで合わせてもですね、全く問題がないかなと思うので、ちょっとですね、着こなしの中に明るさを取り込みたい時にはこういったスタイルというところは合うのかなというふうに思っています。先ほどよりもより定番的な合わせとして、こういった組み合わせもぜひですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3つ目のコーディネートなんですが、
これは決して NG というわけではないんですけど、個人的にはですね、ちょっと物足りなさを感じるかなという合わせになっています。まあ、コーディネートとしてはブラックジーンズに対してブラックレザースニーカーですね。まあ、かなりシンプルな合わせになっていまして、一番最初にご紹介したように、ボトムスと靴をですね、同色系で合わせているわけなんですが、こういったスタイルというのは結構足長に見えて、これはこれで良かったりはするんですけども、スタイルとしてはかなりシンプルなので、私服というよりはビジネスカジュアルに近い見え方になるかなと思うんですね。ちょっとコーディネートとしては物足りなさを感じるかなというふうに思っています。ただ今回の場合はですね、ソールに関しては白になっているので、そこまでですね、退屈にはなりすぎないんですが、ブラックレザースニーカーでもソールまでブラックのものを合わせてしまうと、結構着こなしとしては単調に見えるので、個人的にはあまりお勧めしません。同色系でパンツと靴を合わせるのであれば、一番最初のようにちょっとですね、ハイテク系のスニーカーを合わせることで、着こなしの中にちょっとしたアクセントを取り入れた方が、僕はバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。決して NG ではないんですが、これはカジュアル着というよりはビジネスカジュアル的かなということで、3点目のですね、ちょっと惜しいコーディネートとしてお伝えをさせていただきました。こちらもですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてはですね、ブルージーンズを合わせてみました。先ほどのブラックジーンズに比べると、ブルージーンズというのはボトムスの中でもですね、結構カジュアルめのアイテムになるんですね。ですので、靴とのコーディネートを考えるときにも、先ほどよりも綺麗めのシューズを合わせた方が、僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。まず最初に合わせているのは、先ほどはですね、いまいちコーディネートの中に使っていたブラックレザースニーカーなんですね。このアイテムというのは、スニーカーの中でも綺麗めなんですね。ですので、スニーカーというよりは、結構ですね、レザーシューズだとか、そっちの方面に近いような綺麗さが漂うので、ブルージーンズの持つですね、カジュアルさと結構相性がいいので、僕は今回のように、ブルージーンズとジャケットを合わせるようなコーディネートの際には、足元はですね、こういったブラックレザースニーカーを合わせることが意外と多いです。この合わせはですね、比較的簡単で、大人の男性にはですね、鉄板で合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにも試していただきたいなというふうに思っています。まあ、スニーカーの中でも綺麗めを意識するというところですね。ここさえ間違わなければ、ブルージーンズと相性のいい靴選びができるのかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思っています。はい、続いて2点目です。今度はですね、同じくレザースニーカーの中でも色を変えまして、明るめのホワイトですとかライトグレーですね。こういったスニーカーも鉄板で合わせがしやすいかなと思っています。ブラックレザースニーカーよりはややカジュアルには見えるんですが、白の持つ清潔感のおかげで、ブルージーンズを持つカジュアルさというところをある程度和らげることができるかなというふうに思っています。特に春夏にはですね、こういった組み合わせをすることが多くて、大人の男性にもですね、鉄板の色合わせなのかなというふうに思っています。まあ先ほどもお伝えした通り、シンプルなスタンスミスですとか、あとはセレクトショップのオリジナルのレザースニーカーなんかも相性がいいかなと思うので、ブルージーンズに合うスニーカーとしては、ブラックとホワイトのシンプルなレザースニーカー、ここさえですね、理解しておけば、比較的簡単にコーディネートがしやすいかなと思うので、ぜひ皆さんも覚えておいていただければなと思っています。はい、続いて3点目のコーディネートなんですが、今度はですね、いまいちの例として挙げてるんですけども、こう見るとですね、そこまで悪い感じはしないんですが、カジュアルなブルージーンズに対して足元もですね、ぽってりとしたこういったカジュアルなスニーカーだとですね、やっぱりちょっとカジュアルな方向に触れすぎるのかなというふうに思っています。まあ、今回は Air Max 97がですね、そこまで色合いが派手ではないので、そこまで悪い感じはしないんですが、それでもですね、個人的にはちょっとしっくりこないかなという感じがしています。同じジーンズでも先ほどのようにブラックのシンプルなものであれば、こういった Air Max 97が生きてくるんですが、ちょっとやぼったさが残るブルージーンズというところに対して、こういった厚みのあるスニーカーっていうのは意外と相性が良くないかなと思っているので、大人の着こなしにおいては少し難易度が高いかなというふうに思っています。もちろんおしゃれな人がちょっと外しでやるにはいいかなと思うんですが、大人の男性がシンプルにコーディネートするにはですね、ジーンズとスニーカーの合わせはですね、ちょっと注意が必要かなと思っています。僕は今 Air Max 97を合わせていますが、あとは様々なスポーツブランドのロゴが入ったようなスニーカーとブルージーンズはですね、なかなか相性が良くないんですね。ですので、ブルージーンズにもしスニーカーを合わせるのであれば、先ほど解説したようなブラックかホワイトのレザースニーカー、ここが間違いのない選択かなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目なんですが、今度はですね、ボトムスをスラックス調のものにしてみました。先ほどのブラックジーンズだとかブルージーンズに関しては、タイトめのシルエットなんですが、こちらに関しては決して太いわけではないんですが、
もも周りに関してはゆとりがありながらも、膝から下はテーパードといって細くなっていくようなシルエットのパンツですね。このようなスラックス調のアイテムにはどのような靴が合うのかというと、結構ですね、様々な靴が合いやすくて、僕自身は今回ご紹介した3つの中でも一番着用することが多いのがスラックス系のアイテムなんですね。まあ、様々なものを持っていまして、今のものは比較的細めなんですが、もっとワイドなものだとか、あとはセンタープレスがしっかり効いているものだとか、様々なスラックスを持っているんですが、まあ、考え方としては同じなので、ぜひこちらを参考にしていただきたいなと思っているんですが、まず一番最初はニューバランスをですね、ちょっとボリュームのあるスニーカーを合わせてみました。結構ですね、スラックス系とニューバランスというのは相性がめちゃくちゃいいなと個人的には思っています。スラックスの持つですね、ちょっと綺麗さというか、大人っぽさをですね、ニューバランスの持つカジュアルさでですね、中和することができるので、意外とバランスがいいのかなというふうに思っています。今僕が合わせているのは、ダークグレーのですね、ニューバランスのスニーカーなんですが、通常のライトグレーの996ですとか、997ですとか、そのあたりでもですね、結構スラックスとのバランスはいいので、ぜひ皆さんには試していただきたいなというふうに思っています。ボトムスが綺麗めなので、足元に関しては少しですね、カジュアル感があるものがバランスがいいかなと思うので、このようなニューバランス系のスニーカー、あとはですね、エアマックス97のように、ある程度ボリュームがありながらも、ちょっと近未来的なデザインの靴もですね、スラックスとの相性はいいので、ぜひ皆さんもですね、コーディネートしていただければなというふうに思っています。はい、続いてはですね、ホワイト系のスニーカーですね。こちらも OK スタイルなんですが、まあ、今回ご紹介した3本のボトムスに対して、どれにも合うのがですね、こういった白レザースニーカーなんですね。ですので、メンズファッションにおけるですね、マスターピース的な存在として、やはりこちらのスニーカーは一足は持っておくと便利なのかなというふうに思っています。まあ、このような結構真面目な印象のスラックスに対して、ホワイト系のスニーカーというのもですね、程よく明るさを取り入れることができますし、カジュアル感も足すことができるので、すごくバランスがいいかなというふうに思っています。まあ、僕自身ですね、このスタイルもよくやるので、ちょっとカジュアルに振りたいなという時にはニューバランスを履いて、着こなしの中に明るさを足したいなという時には、こういった白系のレザースニーカーを合わせるようにしています。このスタイルも鉄板なので、ぜひ皆さんにも覚えておいていただきたいなと思っています。はい、続いて3足目の靴なんですが、今回はですね、ガラリと雰囲気を変えて、スラックスに対してレザーのですね、ローファーを合わせてみました。このようなスタイルもですね、決して NG というわけではないんですが、ボトムスが綺麗めで、しかもですね、靴に関してもかなり綺麗めというところで、ちょっとですね、僕はキザに見えるかなというふうに思っています。そしてポイントはですね、こういった素足履きっぽいスタイルですね。このスタイルもですね、ここ数年に関してはトレンドからすっかりと定番化して、夏場には多く使うスタイルではあるんですけども、やっぱりですね、もうピークはちょっと過ぎてるかなと思ってます。特にこういったスラックスに対して素足っぽく見えながらローファーを合わせてしまうと、ちょっとキザな方向に触れすぎてしまうかなと思うので、僕自身は今はですね、あまり使わないようにしています。もしローファーというものを活用するのであれば、僕はかえってカジュアルなブルージーンズに対して合わせるかなと思いますし、その際にもですね、靴下は必ず履くようにするかなと思います。あえてちょっと柄物の靴下を入れながら、カジュアルな雰囲気にしながら、キザっぽくならないようにするというところが、今の雰囲気には合ってるかなというふうに思っています。決して NG のスタイルというわけではないんですが、少しキザな方向に触れすぎてしまうかなというところで、意外とこういったスタイルは肉食系に見えて女性間の評判がそこまで良すぎないというところもあるので、できれば現代においては避けておいた方がいいのかなというところで、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では靴とボトムスのコーディネートについて皆さんに解説をさせていただきました。まあ、普段の僕の動画ではなかなか映らないところなので、このようにまとめてお伝えすることができてよかったかなというふうに思っています。まあ、コーディネートの中にどう靴を合わせるのかというのはですね、人それぞれなんですけども、僕自身に関してはボトムスと靴の相性を見るようにしてるんですね。それぞれのアイテムの特性というところを考えて、ボトムスが綺麗めだったらスニーカーはややカジュアルめがいいかなとか、その逆もありますね。ボトムスがちょっと綺麗めのスラックスだったら、スニーカーに関してはニューバランスのようなカジュアルなものを合わせるだとか、このような形でバランスをとってもらうと、結構ですね、簡単にコーディネートがしやすいかなというふうに思っています。そしてもう一つ大切になるのが、ボトムスの長さなんですね。靴に対してボトムスの長さがどれぐらいなのか、ここもすごく重要で、ちょっとお見せしたいなと思うんですが、多くの男性はボトムスが長くてですね、靴の上にボトムスの裾が結構溜まってる状態の方が多いんですね。こんな感じです。
それはあまりバランスが良くないんですね。とは言いつつも、今めちゃくちゃおしゃれな人たちは、あえてですね、このように長めのレングスを取ってたりするんですけども、それはかなり上級者向けだと思った方がいいかなと思っています。あくまで今のトレンドとしては、そこまでたわみは作らずに、少し靴の上にボトムスが乗っかるぐらい、これがバランスがいいかなと思うので、これぐらいの丈の長さを皆さんは意識しながら、様々なボトムスの裾上げをしていただければなというふうに思っています。まあ、今回の動画というのは、あくまで一つの参考なんですが、ベーシックなボトムスと靴の合わせ方として、皆さんの頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルではこれからも大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしていきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。